おはようございます、チャマでございます。日本負けてしまいました。ガチャ引きましょう。はい、ということでワールドカップのね、週刊ガチャが来ているということで、ちょっと頑張って起きとこうと思ったんですけど寝ちゃいましてね、まあ、パックがまず来てますね、ベルギー、ポルトガル、まあ、この2つということで、まず見ていきますか。週刊ガチャがメインかなと思いますけど、はい、デブちゃんね、はい、デブちゃん強いですよ。ちょっとドリブル重い系のおじさんになっちゃいますけども、まあ普通にパスとかやっぱ強いし、唯一無二みたいな。ただちょっとあんま使ってる人は見ないですね。でもスキルとかもね、チクラターン、アシュラコントロール、ミドルシュート、ワンタッチパス、スルーパス、バックスリーロブ、ピンポイントクロス、低弾ドロブと優秀と、パスのおじさんナンバーワン、ティボクルトは、強いですよ。この人も強い、今夜強い、まあ、説明不要ですね。みんな使っていると。ロメロ六角、ボックス2ボックス、スピード79、瞬発74、フィジコン89、決定力78、まあ、基本的にこのパックの選手、通常よりはねみんな強くなってるんで、まあ、この人好きっていう人はもうそれ入ってたら上位互換なんで買った方がいいと。アクセルビッツェル、アンカーアンカーか、足遅いね。ワンパ、バックスミロウ、インターセプト、ブロックはエアバトル、グランダパス83、決定力62、ディフェンス能力は70前半、レベル24まで上がる。どうなんですかね、どうなの。ヒュートリック、ワンタッチパス、インターセプト、ブロッカー、エアバトル、まあ、ボールキープ、ドリブル系、あ、ドリブル系高いね、パスも高いね、足は遅いけど技術結構あって、ディフェンス能力もまあまあ高い。ユーリ・ティーレマンス、ボックス2ボックス、なんか結構微妙だね。てかベルギーワールドカップ弱くない？なんか試合見たけど、なんか世界2位だっけ FIFA ランキング、そんな感じしないよ。はい、ティーレマンス、ワンパワンシュあります、スルーパスあります、 OMF 強いですよ、はい、ドリブルもパスもいけて、で決定力も10上げれば78、ディフェンス能力もちょっと上げたら全部70ぐらいにはなる。あ、ボールタッチが低いか。スピシュンも70後半いけますかね。なんかどっかちょっと器用貧乏というか、なんか足りないなみたいな、まあ、ディフェンス能力上げなくていいね。グランダパスも高いからもう上げなくていいね。81あればドリブルと決定力とスピード上げれると高い、最高、結構強いかも、ボックス2ボックス。ちょっとティーレマンスちょっといいかもね。アザールちゃん最強にしましょうか、ワンパでね。ワールドカップのあれでも試合中もね、エデン・アザールはなんか最近昔はキレキレだったんですけどねっつって言われてます。レアルの皆さんもこのエデン・アザールをブチギレおじさんにできるんじゃない。ボディコン86、スピード瞬発上げて、ドリブルも、まあ、85ぐらいあればいいかなみたいな。ボールキープ80過ぎぐらいとかね。でグラウンダーパスはそのままで71あれば十分、もうちょっと上げたいかな、75とか、決定力も80ぐらいまで上げれる。ただワンシューナイト、こらロマンですね。ヤンフェルトンゲン、センターバック、ボールキーパー72、グランダーパス76、フライパス70、決定力52、ディフェンスセンス、まあ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 上げます、ね、90ぐらいは入れれるか。スピード瞬発、フィジカルコンタクト77、マンマーク、あ、インターセプトないんだ。俺結構ねセンターバックブロッカー欲しい人なんで、僕の中ではなし。レアンデル・デンドルゲール、アンカー、188センチ、でかい。ボールキープ77、グラウンダーパス77、ディフェンスセンスも80、まあ、乗っけれる。あ、スピードあるね、まあ、ビジコン高いね。ビエラ、ビエラの匂いちょいします。ドリブル系の能力があって、ミドルシュート、バックスミロブ、低弾ドロブ、マンマーク、インターセプト、エアバトル、ちょっとブロッカー欲しいけどね。ちょっとビエラの匂いがします。逆足高い高い、あれ、レアンデル・デンドンゲル強い、ちょっと強い感じしますね。ティモシー・カスターニュ、攻撃的サイドバック、サイドバックか、
スピード瞬発、ボールコントロール、グラウンダーパス、ディフェンス能力、ディフェンスセンス低いけど、アグレッシブネスは75-80ぐらい。あ、チェイシング、アウトスピンキック、あ、なんか良さそうだけど、なんか結局使わなくなりそう。ミシ・バチュアイ・アトゥング、ね、ベルギーの久保くんって言われてます。顔が似てると、まあ、僕が勝手に言ってるだけですけど。ラインブレーカー、184センチ、ドリブル系ちょっとあって、ボールキーパー低い、パス下手ですね、決定力も低い、スピード77、瞬発79、まあ、フィジカル系が結構高いんで、フィジカル系全部80ぐらいにして、でちょっとパス上げて、で決定力爆上げして80ぐらい。ワンシュあります。アスパサバール、あれちょっとあるかもな、これちょっとあるかもね。ライジングシュートあって、エッジターンちょっとある、ちょいおもろそう、180ちょっと面白そうですね。トマムニエ、インナーラップサイドバック、右サイドバック、190センチ、スピード79、フィジカルコンタクト結構ある、ボード、ボールコントロール、フライパス、決定力、レベル35まで上がります。あ、てか ST とかウイングできるんだね。190センチ、ワンチューあります。ただちょっとまあでかいから重いのか、うん、なんかこう結局夢は見れるけどちょい重みたいな感じになりそうです。うん、はい、ポルトガル、ロナウド来ます。え、このロナウド歴代最強、もしかしてどうなんだろうね。スピード74、瞬発72、え、ボールキーパー80、決定力80、オフェンスセンス82、37歳、パスは69、まあ、シザーズ、エッジターン、ヘッダー、ミドルシュート、ワンシュー、あ、スキルもなんかシュートとドリブルちょっととワンシューぐらいですか。で、逆足は使えると、レベル18まで上がると、まあ、写真はかっこいいよね。ただロナウドみたいなタイプがあんまり見かけないんで、やっぱ強くない、使いにくいっていうのあるのかな。ジョアン・カンセロ、左サイドバック、右サイドバック、ボールコントロール80、フライパス88、高いね。スピード79、心配、もうでも強いでしょカンセロは。でピンククロあるでしょ、アウトスピンキック、インターセプト、まあ、マークも欲しかったね、ダブルタッチ、シザーズ。ちょっと俺カンセロ習慣ね、間違えて打っちゃったんで取り直そうかな。ベルナルド・シューバー、このタイプは強いよね、ドリブル良くてグラウンダーパスあって決定力もある、173センチ、チャンスメーカー、スピード69、瞬発76、ボディコン87、シザーズ、シャペウ、ジクラタン、ジクラテ、ジカシャテ、ミドルシュート、スルーパス、スルーパスいいね、ワンパワンシューナイダー、ピンポイントクロス、まあ、サイドで使う分には十分と。ブルノ・フェナンデス、2列目から強いですよ、パス80、83、上げなくてもいいかも。でドリブル上げて、スピーシュン上げて、決定力ちょっと上げて、でルーレットはミドルシュート、ヒールトリック、ワンパ、スルーパ、ピンプロ、まあ、サイドで、あ、サイドないのか適正、まあ、中央か、サイドで使いたいね、高い、なんかこうスキルとできるポジションが若干一致してない感はある。能力とスキル見たらね、ちょっとやっぱワンシュートがない分サイドで使いたいなって感じですけど、適性はちょっと薄い。ギャイン、ラファエル・レアオン、ウィングストライカー、188センチ、スピード89、瞬発85、ビジコン74、ドリブル84、まあ、強いですよね。もう最強、これラファエル・レアオン最強になるのかな、アプリで見ないとね。ルベン・ネベス、プレメーカー、あ、プレメーカーいいね、レベル29、グランダーパス、あー高いね、ボールコントロール80、足遅いね、ディフェンス上げて、レベル29まで上がる、ワンパ、バックスピンロブ、アウトスピンキック、低弾道ロブ、コンカ、ミドルシュート、ジクラタン、ちょっと気になります、僕プレーメーカー大好きなんで。オタビオ、イリスメーカーの飛び出し、サイドハーフ、トップ下、ドリブル82、ボールキープ80、グラウンダーパス76、決定力66、ディフェンス能力、あ、守備意識80、アグレッシブネス74、でスピード73、瞬発75、ビジコン60、ボディコン77、ドリブル上手くて守備の意識はあるけど別に守備はそんな上手くないみたいな。でレベル27まで上がると、ダブルタッチ、ルーレット、ヒールトリック、スルーパス、マリシア、チェイシングあるからね。うん、この人スピード瞬発とフィジカル上げて、
トップ下で使ったら2列目刈り取りおじさん、セカンドウォール爆拾いおじさん、もしくはカッサライおじさんになれる、ダービッツがそういう使い方できるんで、高い高い。だちょっと正統派な、まあ、パスがうまいとかシュートがうまいみたいなタイプにするよりはスピシュン上げて、フィジカルコンタクト上げて、ディフェンス能力上げて、もうカッサライぶっちぎりおじさんにするのもちょっと面白いか。ラファエル・ゲレラね、この人ね、ドリブルおじさんですよね。レベル30で上げれて、こっから30上げれる。ドリブル82、ボールキーパー84、グランドパス83、フライパス82、まあ、パスはもういいよね。だからドリブル上げて、で決定力も70よ。ディフェンス能力上げた方がいいのかな。スピード遅いからここぶち上げたいね。80ぐらい足りないか、85とかかな。ダブルタッチ、軸足当て、ミドルシュート、ドロップシュート、ワンパ、スルーパ、レベル30まで上がるからね。なんか結局見なくなった、みんな飽きちゃったのかな。ダニーロ・ペレイラ、ハードプレス、188センチ、ディフェンス能力、まあ全部90ぐらいいくね多分ね。スピード69、瞬発62、フィジカル81、フィジカルあるね。スピシュンもまあ80ぐらいまで上げれるか。ハードプレス、インターセプト、ブロッカー、エアバトル、マンマークちょっと欲しいな。かわいいビエラみたいなね、見た目も相まって、身長はちょっと足りないけど。ジオゴコスタ186センチ、ちっちゃいけどどうなの。 GK センス81、低弾道、あ低弾道高弾道蹴り分けられるのいいな。ペペハードプレス、センターバック188センチ、なんかこのタイプ強いんですよね。なんかあんま全然今もうイメージしてないですけど、能力このタイプ強いの。マンマーク、インターセプト、エアバトル、ブロッカーないのか、まあ、サイドのセンターバックとか 3CB ワンサイドバックで、サイドのセンターバックとかだったらまだ。ディフェンス能力まあ全部90上げて、アグレッシブネス99いくねこのね。でスピード瞬発上げて、フィジカルコンタクト、まあ、ちょっと個性ありますよね。アグレッシブネスがこんだけぶち上げて高い人はいない。フィジカルも上げれて、これちょっとまあ俺でもまあどっち買うかって言ったら、えポルトガルかな。まあどっちもマストで絶対買わなきゃいけないっていう選手はまだちょっと見つかってないです。うん、まあ買って探しますけど、こいつやべえぞっていう人いるでしょうか。まあでもベース強いのはポルトガルかな。まあ、ポルトガルの方が買った方がいいかな。うん、ということでちょっと買ってですね、ちょっといろいろ調べてみます。強いのかどうなのか、あれどこで買うんだっけ、三角か。はい、ということでベルギーとポルトガルパック来ました。個人的おすすめ、初見レビューですね。使ってみて選手のレビューしていきたいと思いますんで、ぜひ見ていってください。さようなら。パー。